スーパーフェザー級10回戦を行います。赤コーナー、日本スーパーフェザー級6位、129パウンド2分の1、榎本ジム所属、中村金蔵。22歳の若さで日本ランキング6位です。榎本ジム中村金蔵。青コーナー、フィリピンスーパーバンタム級1位、129パウンド、フィリピンエドワルド・エスクリーブル。バンタム級では国内王者2度防衛も果たしています、エドワルド・エスクリーブル。このエドワルド・エスクリブルはプロに入ったのが24歳と、フィリピン国内ではどちらかというと遅めです。それまではストリートファイト、いわゆる路上での殴り合いで生計を立てるという生活をしていました。生っ粋のファイター、非常に勝負を走っています。いい、中村の右に入りました。いい、これ右に入りました。さあ右を当てしまったカウンターを狙っています。オープンに詰める中村金蔵。木を見てのパンチはなかなか鋭いものがあります。さあ詰めていく中村金蔵、ニュートラルコーナーに詰める、連打を打っていく、ガードの上から打っていく、エスクリームパンチを返す、右、中村金蔵の右に入った。さあこれ詰めていく、ここで第5ラウンド終了です。中盤ラッシュがありました。日本スーパーフェザー級6位、中村金蔵、残り15秒を切っています。最終ラウンド、いいパンチも入ります。さああとは最後のラッシュが、残り10秒を切っている。前に出る中村金蔵、かわしにいくエスクリブル。ここで試合終了、試合は判定に持ち込まれます。ジャッジ内山99対92、中村3対0持ちまして、3対0の判定で中村です。中村金蔵、初の外国人選手との対戦、スーパーバンタム級の国内一、エドワルド・エスクリブルを3対0の判定で破り